すみません、N コネクションと言います。僕は戸川と言いまして、こちらが生川木くんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、なんかあれ、なんかオイラって、なんかあれ、なんかあれ、わかんないんだけど、オイラって、なんかあれ、あれ、ご愁傷様ですって、なんか言ったことなくて。あんまり使う機会ないですか。だから、なんかあれ、失礼がなんかあったらいけないから、なんかあれ、なんかわかんないけど、はい、練習しておきたい。ご愁傷様です。そう。あ、いいっす。じゃあ、その場だと思って、じゃあやってみて。もうダメよ。お葬式でこねひげとかやったら追い出されるよ。ちゃんとしてくださいよ。いや、なんかあれお葬式で言う言葉だったの。そうですよ、あれお葬式で。いや、俺らなんかあれ、なんかあれ勘違いしてた。なんだと思ってたの。いや、なんかオイラはあれ合コンであれ外れの女が来た時に言わねえよとか言うか、場合によっては言うか知んないけど、それは女の子から見たらお前のほうが外れだから。何の話かと、お前アイドルだし。もともとはお葬式ね、ご遺族の方にお悔やみの気持ちを伝えるっていう、すごいデリケートな。危なかった。あ、じゃあそうか。そうですね、じゃあ練習しちゃって。これは間違ったらダメ。だってお葬式だと思って、はい、僕はじゃあご遺族の方やりますから、はい、ちゃんと言えるようになってください。遺族？遺族じゃないんです。伝えるんだよ、おいらは。おいらが遺族にお悔やみを伝えるの。そういう気持ちがおいらはちゃんとあるから来たんだよ。お悔やみ、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 お悔やみ。前半です。